はい、皆さんこんにちは。はい、とにもかくにも、2014年終わります。はい、そして2015年始まります。というわけで、今回はですね、これね、なんとかね、もううまくギリギリ31日にアップしようと思っておりますけども、2015年1月の星空、本当1年間ありがとうございました。毎年毎年ですけどね、この年を迎える時は私は東京にいまして、東京で、収録しております。ラジオ機材が一応3日ありました、なくなってたんですけど、ただ、今日の段階では、これね、パソコンで撮らなきゃいけないので音がこもってしょうがないかもしれませんが、2015年からはしっかりできたいと思いますね。さあ、そういうわけで、どんなことがあるのか、今年、1月星の空の話がたくさんありますので、ゆっくりと皆さんにねご紹介して、一つぐらい話題ができたらいいかなとかいうねことも考えております。はい、今新宿のホテルから、喉ガラガラになりながらやってますけどもね、皆さん、ひょっとすると1月頭に養老渓谷かなんかに星見に行くかもしれません。よかったらどうぞ星空の招待席どうぞ。はい、ということでございまして、1月、早速いっちゃいましょうね。とにかく1月の有名なお話としては、シブンギザ流星群とラブジョイ彗星ですか、ラブジョイ彗星が5等球団になるということで、これはもう双眼鏡とかね、そういうのに最高の状態になるし、シブンギザ流星群の表題も、これもなかなかすごい話題なんでね、ここら辺をちょっと行ってみたいと思います。まず元旦からいきましょう。初日の出、札幌が7時6分、東京が6時50分、大阪7時5分、福岡が7時23分ということで、これの主要都市の中では東京が一番早く初日の出が見られます。1日ですね。はい、そして2日は天王星が、東端とか、まあ大したあれではないんですが、これはね F2 テダグラ彗星が近日点を通過すると、私も知らない名前の彗星ですからすごいですね。そして、3日です。牡牛座の119番星 4.3 とヒアデス星団の、北限界の接触、これ月と接触するという形ですね。はい、そして4日、これがシブンギザ流星群が極大になります。これはもう素晴らしい、彗星でね、流星群で、ぜひ見たいんですが寒いでしょうね。はい、それ以外に、W2 のパンスターズ彗星が近日点通過しますが、ちょっとじゃあシブンギザ流星群の情報ぐらいはいきましょうかね。例えば有名なところだとペルセウス流星群だとか、まあオリオンのね、要するに年末にありまして流星群がありますが、このシブンギザ流星群というのもすごくものすごいんですよ。で、4日に極大となって三大流星群の一つだから、極大時期は日中にあたり、夜間も月明かりがあるため条件はあまり良くないってことですね。だからアメリカとかだったら良かったんではないかなって感じがしますね。で、シブンギザ流星群は8月のペルセウス流星群、12月の双子座流星群となる三大、流星群の一つで、牛飼座と龍座の、境界付近にある放射点から流れ星が流れると。シブンギザという星座は今は存在しないが、かつてこの辺りに、壁面シブンギ、これはね、まあ、壁の面のシブンギっていうんですか、という星座が設定されてたことからこの名前がついていると。流れ星は彗星や小惑星が残した塵が集まった場所を地球が通過して、塵が地球の大気に飛び込んで上空100キロ前後で発光して見えるものだと。まあ、100キロ前後からまあ空気があるということなんでしょうかね。はい、予測極大時刻は、4日の11時まで非常に条件が悪く、さらに、未明には月齢13ですかね、月が西の空を照らすということです。はい、東の方向を中心に眺めていれば運が良ければ流れ星が見えるかもしれないという程度でございます。まあ、だからね、まあ、今回これね、時期がね、とにかく月ってのが一番大きいですね。極大時期ももちろんそうなんですけども、そうですね、双子座流星雲が良かったからといって期待してはいけないってことなんでしょうか。で、今度5日、翌日がなんと満月になっちゃうんですよね。で、これがこの時に7日、6日、7日とありますけども、6日は小寒ですね、寒いですよね。で、7日、ラブジョイ彗星が地球に接近します。これもね、パンスターズ彗星も、接近するんですけど、接近の時のラブジョイ彗星はね、なんと5等球団になるということなんで、双眼鏡で確実に観測できますし、この前後だったら、望遠鏡出してみてもね、なかなかでしょう。カリフォルニアにいればね、本当に一番いいチャンスだったんですけど、今は日本にいるという、まあそういう状況ですね。はい、そしてですね、その後はね、近日点を通過する10日、ここ前後はもうずっとね、パンスターズ彗星が、まあ話題になりますが、木星の衛星ヨーロッパが異を隠すという現象が10日にもあります。で、彗星と金星が大接近します。中旬です、これね。はい、
最接近は11日ですね。これものすごく接近するということなんで、ただ水星ですからこれものすごい見づらい天体ですよね。金星と一緒に見てギリギリ金星がわかるから望遠鏡に入れると見えるのでということでしょうかね。うん、まあ、ものすごく視野一度の中に完全に入っているというすごい状態が、見れるそうです。水星を見たことがない方はこのチャンスでしょうね。で、17日は細い月と土星が接近します。はい、それからですね、新月が20日にありまして、22日には細い月と金星が並びます。金星が月の、北 0.5 度、5度ぐらいですかね、通ります。この時期は本当に月がね、23日には火星と接近したりとか、もちろん同じ行動、まあ白道って言うんですけどね、王道、行動、白道、通ってるのがちょうど重なってますから、月がいろんな星との、まあ、共演をするということが見られるでしょうかね。それ以外に、25日になりますと木星の衛星カリストの影に硫黄が入るという、うん、こんなような、ものもあります。はい、あとはですね、年末は31日まで、31日月が最北端を通るというところが、今回の、ニュースでしょうかね。まあ、とりあえずお送りしました、星空のお話ですけども、ラブジョイ彗星、あとハンスターズ彗星ですか、パンスターズ彗星ね、この2つが今回、あとはシブンギザ流星群、ここら辺でしょうかね。はい、それではニュースの方も一つぐらいに行ってみたいと思いますので、私の大好きな火星の話ですが、24日の記事からちょっとだけ読んでね、はい、行ってみたいと思います。東京工業大学の臼井さんというのかな、が火星隕石の分析から火星の地下に水素の、貯蔵層が、存在することを発見したとごめんなさい、その貯蔵層は、過去に火星表面に存在した海水量に匹敵する可能性があるってことですよ。だからたくさんあるってことですね。でこれまでの探査で、約30億年より古い地層を中心に多くの、これはね、流水地形や多種類の、これはね、岩水粘土鉱物が広範囲にわたって発見されておりと、まあ、いわゆる水の証拠でしょうかね。かつてその表面は液体の水が存在できるほど、温暖で、潤滑な環境にあったことが示されていると。しかし現在の火星は、もう極端に水の量はね、少量の氷なんですかね、発見されているのみで、生命の存在条件に影響を与える水の歴史、いつどのように失われ、現在どこにどのような形でどのぐらい存在しているかに関しては、統一した見解が得られていないということですね。はい、まあこれ私はまあいろんな本当はいっぱいあるんですけどもね、まあ現実的な問題として、生物の生命条件というのはものすごく過酷でも発生するということが分かっているので、当たり前のように発生すると。だから火星上に現在もまだ、生命があってもおかしくないと。はい、水の成分にある水素、同位体は、海や表層の蒸発、蒸気を含め大気の宇宙空間への、まあ、散逸過程って言うんですかにおいて、顕著に物理学的、化学的プロセスを経て変化するために、水の歴史を知る上で、好都合であると。しかしですね、水素同位体は二次的変質や分析時の汚染の影響を受けやすく、火星隕石をはじめ信頼性の高い分析が行われてなかったということです、今までですね。はい、東京工業大学の臼井さんは NASA のジョンソン宇宙センター、アメリカのカーネギー研究所と、共同で、低汚染での水素同位体の分析法を開発し、火星表面水分を含む、まあ、そういうあれをやったってことなんでしょうかね。ちょっと待って、変なのになってきちゃいました。まあ本当にまあ、なんていうの、本当にまあそれがあるかどうか、まあ、これはまた別の問題なんですけども、まだそういうことで地下の、なんていうんですかね、ところに水槽を見つけたってことですね。ものすごく水がある可能性がまだ残ってます。さあ、ということで、記事が一つ読めたってことでよしとしましょう。さあ、ということでね、もう1年が終わりますよ。はい。2015年、宇宙はどういう年になるでしょうか。映画の中でも2015年はいろんなすごい映画が、ね、出てくるんですね。だからそれを考えたときに SF の世界とかそういうことを、考えると、宇宙はもっともっと分かってきます。いっぱい宇宙船も上がってますし、いっぱい、大きな天体望遠鏡もできてます。そして宇宙に上げた天体望遠鏡が、新しくどん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 情報をくれるでしょう。ということで、うん、2015年を楽しみに私はお正月を迎えたいと思います。ラジオのこのね、収録したもののアップが、時差の関係上でずれてまして、ちょっと1日2日、ただなんとか年末までにはこれ調整してみんなあげようと思ってますので、ぜひ皆さんもですね、お楽しみにしてくださいということで、この辺で、おこうかな、どうだろうな。はい、まだまだ話したいことありますけども、皆さんと一緒に
お届けしました。星空の招待席ね、私としてはあとナショナルジオっていうね、もう一つ のラジオがあるんですけども、同じ内容に被らないような努力を来年も続けていきたいと思います。もちろんこちらが基本的に宇宙の話ですから、皆さんと一緒に宇宙をたくさん語りたいということで、そろそろ音楽です。はい、それでは、今年1年ありがとうございました。さようなら。この番組はあなたの街のエンターテインメント、ウィザードインがお送りしました。